あ、どんどん行動できる人、そしてできるようになっていく人っていうのは実験主義なんだなと。そしてそうでない自分は評価主義に陥ってるってこう書いてるんですね。非常にこれは鋭い考察で。こんにちは、小坂雄二です。こんにちは、肥前敏郎です。さて、肥前さん、今日はですね、ワクワクマーケティング実践会の会員さんから、実践会に入ってみて、こういうふうにちょっと考えましたという、ちょっとあるですね、学び、結果を出していく人とそうでない人についての考察を と会員さんからいただいた。ちょっとこの方、ヨガとか瞑想のコーチをやられたりしているので、そういうご経験とか、コーチやられていく中で学ばれていることなんかも、この方の下地にあるもんだから、非常にいい考察、ものすごくこれ、別にワクワクに限らずですね、いろんな物事を学んで、身につけて生かしていくっていう時にすごく役に立つ考え方だと思うので、 YouTube をご覧のあなたにも分かち合いたいと、いうことで、今回瞑想における人の心の仕組みを考えていて、ワクワクにつながる気づきがあったのでお送りいたしますということで始まるんですが、この方謙虚にですね、どんどん行動できる人とそうでない自分っていう、自分とのこう対比との考察してくださるんですけども、ちょっと読みますね。このどんどん行動できる人とそうでない自分の違いは何かと。ワクワクはいわば、科学的な視点とシステムを備えた商いの体験学習スクール、なかなかうまい言い方ですよね。商いの体験学習スクールなわけですが、小坂先生が口を酸っぱくして、誰でもできる、やれば結果が出ると、実際に山のような結果が出ていると言ってくださっているのに、まずなかなか入会できない、あるいは入ってもですね、入会してもなかなか実践が進まないと、そういう私自身 ね、そこにはさまざまな理由があり、もちろん一概には言えないことですが、私自身に当てはめて考えると、こういうふうに考えたと。こう2つ書いてあるんですけども、1回実践したらできるようになりたい、1回実践しただけでもできるようになりたい。頭でっかち、2つ目にですね、頭でっかちで興味のあることはどんどん本なので学ぶ、そうしているうちにいつの間にか知識として知っているをできると勘違いしがちという恥ずかしい性質がありますと、こうおっしゃってるんですね。そしてさらにできる人と、その行動をどんどんしてできるようになっていく人とそうでない自分とはさらにどんな違いがあるのかというところで、ご本人からいただいたこれレポートなんで、ここでこう皆さんこうお見せできないんですけども、図が書かれていてですね、そこに実験主義と評価主義っていうふうにこう分けて、どんどん行動できる人、そしてできるようになっていく人っていうのは実験主義なんだなと。そしてそうでない自分は評価主義に陥ってるってこう書いてるんですね。これはね、すごい、やっぱかなりこういうことを学ばれてると思うんですよね、彼女ね。ですから非常にこれは鋭い考察で、実験主義っていうのは要するに、どんどんやってみて、実験ですから、そうですね。とにかく一回実践して、それが例えばそう簡単にうまくいかなくても、なんかこういうことが分かったとかね、いうようなことで実験して分かったことをまた生かして、また次に実験していく、そういうふうにどんどん前に進んでいくんだという声が書いてあるんですね。で、そこでは結構好奇心とか観察眼みたいなのがこうキーになっていて、それで、実践して改善、観察して改善してまた実践してっていうふうにこうサイクルが、回り、結果につながるところが書いてあるね。一方で評価主義というのは丸バツ思考と書いてあるね。できてるか否かの二択。だからこう一回なんかやってみて、できたかできなかったか、そこに非常にこだわってしまうっていうかな。で、こうできてなかったら、がっくりするみたいな。そうですね。で、その結果、ここに書いてあるんだけど、失敗への恐れとか、できたかできなかったかしか見てないので、観察眼が育たないとかね。自分へダメ出しをしてしまう。いますね。つまりこうね、一回やってできなかったら、こうできてる人がこうやって世の中にいるのに、なんてダメな自分みたいなね。そうですね。でもこれね、ものすごく深いことをおっしゃっていて、私22年実践会やってるわけですけども、主催してるわけですが、まさにこうしてね、YouTube なんかでも成果が出た方の事例とかご紹介してますけども、そういう方々が一回やってああなったわけじゃないんですよ。そうですね。この
あのフレームに当てはめて解説すると、やっぱりその方々なりにですね、いろんなその実践、まあ、ここで言うと実験ですね、これを繰り返して、あ、こういうことが分かったとか、なかなか結果は出ないけど、まあ、ここまでは進んでるとかですね、はい、いうふうにしてやっているうちに、さっきのその実験観察改善というこうサイクルが回っていくので、このサイクルが回ってるとある日できるようになってるんですよ。そうですね、はい。まあ、肥前さん自身が実はあの元実践会の会員さんだったので、はいはい、まあ、当時はね、あの全国チェーンのチェーン店の店長をやってて、そうですね、最初、はい、ワクワクの何かをね最初に実践してみた時ってあったと思うんだけど、はいはい、それでいきなりバーンと売り上げ上がったりしないもん、ね、しなかったですね。最初は何やったか覚えてる？最初お店にいましたので、店頭販促物のポップですね。あ、ポップね、はい、それを貼って、うん、たくさん貼ったんですけど、ほとんど成果出なかったですね、うん、あ、最初は、はい、だその時にあれなんですか、肥前さんはこの評価主義的にできなかった、はい、成果出なかったってことでがっくしってまあなんなかったです。なりながらまた試してっていう、そう行ったり来たりしてましたね。あ、行ったり来たりね、はい、だからこの評価主義的な自分と実験主義的な自分でこう行ったり来たりしながら、はい、まあ、それでもやっぱり前にね、そうですね、実験主義的に進めていた、やり続けましたので、うん、よかったなと思います。よくあの実践会で肥前さんがこう相談を受けたりね、はい、あのコーチングしたりっていう、はい、そういうメニューがあるんですけども、あのなかなか結果が出ないとかね、一回やってみたけどダメだったっていう方によく、その結果が出なかったっていう結果が出てるので、はい、そこからちゃんと学びがあるみたいなことをよく言ってる。あ、そうですね、はい、まあこれと一緒ですよね。そういうことですね、はい、実験の方ですね、うん、なのでね、3枚目の方ね、こういうこと追記されていてですね、はい、今まで頭の中で即座に無意識的に出てきていたのはやっぱりできたかできなかっただったと、はい、これをどんな発見や学びがあったかとか、どんな貢献ができるかとか、何に感謝できるかみたいなところに変えましたっていうふうに。ああ、重要ですね。さすが瞑想のコーチ、はい、ね、そういうふうにこう、まあ、物事に対する感じ方を変えてね、まあ、評価主義的なできたかできなかったかじゃなくて、はい、私特にこの何が分かったかっていうね、どんな発見や学びがあったかに変えていくことによって、よりそのまあさっきの肥前さんもそうかもしれないんだけど、やっぱ人って、はい、あのまあ、両方を揺れ動くっていうかな、実験主義と評価主義を揺れ動くところあると思うんだけども、はい、より実験主義的にね、そうですね、あ、こういうことが分かった、はい、あ、こういう発見はあったとかね、このやり方じゃダメなことが分かったとかね、はい、いうふうにしてこう進んでいくと、彼女曰くですね、結果の成否のいかにかかわらず、より素直に心穏やかに考えられるようになった気がしますと、お書きになっていらっしゃると、はい、いう風ですね。そしてこれも、もう一つだけご紹介しておきたいんですけれども、この私の勝手な解釈ですが、まあ、彼女書いてるんですけど、小坂先生のおっしゃってる楽しむには、何かしてやったりのようなね、はい、ちょっとこうポジティブに楽しい、はい、そういうなんかほら企みがうまくいったみたいなね、はい、そういうなんか夫婦みたいなね雰囲気を感じましたと、うん、そしてその背後には、できない人ができるようになるイコール元の自分はダメではなくて、もともと備わっている才能が開花すると、できるべくしてできたイコール元の自分も OK、 こういうことではないかと感じたのですと。深いですね、うん、これも小坂先生のあり方とワクワク系が本当に心から楽しめる、頑張ろうと思える本質的な視界ね、視界の一つなのかなと思いました。こうやってこういうことをちょっと自分なりに整理して書いてみて、改めて頑張ろうと思いました。ありがとうございました。こういう、そうですよ。はい。ということで、まあここでね、取りまとめると、まあ特にね、実験主義、評価主義、この捉え方で自分をまあ見てみる。そうですね。うん、やっぱり人って学校のテストなんかって常に評価主義ですから、はいはい、やっぱりちょっとこう評価主義な社会を行き過ぎていて、気がつかないままにとても評価主義的になっている。そこにまあ彼女が言うような、まあこれもね、人としてありがちな性質だと思うんだけど、はい、まあ一回実践したらできるようになってたいとかそうですねいうとこあるから、はい、でこういうのが重なってくると、うん、やっぱり一回踏み込んでみてダメだったらもう諦めちゃうとか、はい、そもそもそういうマインドがあるので踏み込めないとかいうところにやっぱつながってきて、で私はさっき書いてくださったその
結局は誰もが開花できる種を持ってるっていうね、はい、それは本当に実践会を22年やってきてもう驚くべき成果を今上げてるような方々も最初はやっぱりできなかった分からなかったっていう人たちだったので、はい、そういう人たちは漏れなく実験主義的にやっているうちに気がついたらできるようになってましたってことになってるのでこれはねあの自分をそういうふうにちょっとこう観察してみるといいですよ ね、はい、あの実験主義的になっていった方があの気がついたらできるようになってる気がついたら成功してるっていうふうに、まあ、人はなるんだなっていうことはもう22年ものすごい数の人を見てきて本当に思う、はい、のでちょっと今日はね会員さんからいただいたとても学びの多い英語の考察の一部をちょっと拝借をしてですね、はい、あの YouTube ご覧のあなたとも分かち合わせていただきましたということでこの番組ではこれからも商売ビジネスの重要なお話をしていきますのでこれからも見たいという方はですねぜひチャンネル登録そして高評価コメントもよろしくお願いいたします。まあ、ということでですね、はい、本当に今日のお話に通じますけども、はい、なんかねできるようになるとなっていく過程がまた楽しいっていうのがある、まあ、さっきのしてやったりみたいな ね、はい、なんか自分どんどんできていくみたいなのがね、はい、ステップに入っていくと、うん、そこまた商売の楽しさっていうものがあの湧き上がってくるところですので、はい、ぜひあの実験主義的に ね、 そうですねあの皆さん生きていただきたいというふうに思います、はい、ということで、それではまた次の動画でお会いしましょう。